お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらのアーチャクインスクールやっていきたいと思います。さあ、こちらね、アーチャクインスクール、なんと現在世界1位、 CMG ルーガスが使ってるデッキですね。で、なんか元々はね、これチエンスケラですね。チエンスケラのトルネです。トルネがスケルトになりました。で、まあ陸域がね、強くなって、まあ回転も速くなってよっていう、このデッキですね。でまあスケラ使いの方はぜひ使ってほしいんですけど、てかね、マザレク加工されて結構スケラ環境が来ました。そうだから今スケラフリーとかも増えましたし、まあとりあえずスケラが増えたので、まあ一回触ってみてください。アーチャクインねえ方はね、マスケで頑張ってください。ちょっと大変ですけどね。さあ、というわけでやっていきます。このデッキね、まあその遅延、ここ最近の遅延スケラの、まあ、スケになっただけなんですけども、結構なんか昔からこういう感じのね、型のスケラは流行ってるというか、まあ、存在してまして、まあ誰だろうな、よくテンゴッドとかがよく使ってたと思うんですけど、そのナイト、マスケ、スケですね。だからアチャクイがまあマスケで、で、バルキリがナイトで、で、まあボスギアはゴボウリとかが多かったかもしれないんですけど、の、タルババポイズンスケラみたいなのはめちゃくちゃ流行ってたんですよね、ベビドラの。そうだから、まあそのまんまっちゃそのまんまなんですよね。やっぱこう、なんていうんですか、まあ環境変わるにつれて、まあ、形もある程度は変わってるものの、まあ言うてそんな変わってないみたいなね。これカウンターでね、スケラ打つだけみたいなとこはありそうだけど、打っちゃうか。ああ、着衣がちょっと、もうちょっと走ってほしいな。まあこれはさあ、プリンスのね、浮きが非常に手厚くなってます。いや、アチャクイ強っ、やんいかれるんかい。まあジャイプリプリですね。まあ墓石スケと、まあジャイプリとかね、やっぱね、腐るじゃないですか、本当にトルネードがね、まあ、そういった相手にはスケでね、こう陸浮きにもなるし、回転も早く回せるようになるんで、やっぱこうスケの万能感っていうのはね、やばいんですよね、結局。なんかデッキとか組む上でもですし、自分がなんか使ってて、でもなんかこう使いにくかったりね、なんかこうわかんないなと思ったら、一旦スケルトン入れとけば解決します。はい。あー、これザップってきそうですよね。いや、来ないんかい。高すぎたな、タル。まあ、いやでもいい受けいらねえか。さあ、ファイブ打ってきたんで、さすがに俺低めアチャクから入ればいい気がするな。さあ、まあ本当に基本的には今ですね、スケラーデッキ自体はもう本当に防衛デッキだと思ってください。もう守って、チャンス来たらカウンターでスケラー打つぐらいでいいと思いますね。さあ、ちょっと墓石壊してもらって、圧着延命できそうだったらね、やっぱ死毒みたいなとこある。まあ、無理だけはやめてね。あ、でもこれはね、行っていいと思うんだけどな。いや、これ言ったらダメでしたね。絶対。いや、そんなこともないと思いたい俺がいる。だが言ったらダメでしたね、間違いなく。じゃ早めに溶かしちゃおう。ちょっと頑張ってほしい。カトゥーンやめてほしい。いや、俺、圧着のさ、信用があんまないからな。いや、頑張って、圧着めっちゃ頑張ってる。待って。こんな圧着頑張ることないんだよね、普段。いや、でけえ。まあ、これエレキで踏めば消えるわけですから。ああ、確実にね、ファイブ的出すね。オッケーオッケー。いや、これポイズン打つ必要ないんですけど、まあ、ちょっとタイブレイク見越してダメージ稼ぎのポイズン打ってきます。よし。いや、あるぞ。圧着めっちゃ強かったな、今。まあ、マスケでもいいですけどね、結局。マスケやっぱ万能なんでね。余裕でマスケでも戦えると思う。ああ、それな。たまにしてくるやついいんだよな、マジ。さあ、で、溶かしますか。もう鬼許容しながらの。まあ、でもここでね、無理には攻めてこないと。いや、まあこれ繰り返せてれば、ほんと守って最後にスケラもう一回打ってポイズンで勝ち逃げっていうね。もう一回スキル使いたいな、せっかく。ああ、相手めっちゃこう、やってくるね、それ。好きじゃん。ハマってんじゃん、なんか。いや、でも、ザップ使ったんで、スケ出して、からの、これスケルっていいと思うね。ビビ残ってるんで、メガオかなんか当ててくるかもだけど、圧着も出してあげて。で、ポイズン貼ります。いやー、いいポイズンだ。全部入ります。スキル使って、あと墓石ですね。墓石の安心安全の感じね。さあ、ディガーが。うい。
鉄壁です。いや圧着衣いいねまあまあ、もともとはやっぱマスケだったんですけど、圧着衣になるだけでこう瞬間火力がね高くなるんで、バルーンとかラバとかでもそういうのにも、ね、対応しやすくなりますしね。やつさあ、というわけで、おチームケースベンニーチュー来た、よろしく。この人あれっすよ、クロロアでチャンネル登録220万ぐらいですよ。バケモンじゃないですか海外の盛り上がりがレベルすぎる。やばいやばい、ベニチュー、花ピのベニチューだ。俺もちょっと花ピしようかな、おしゃれに。さあ今回はそしてコカちゃんと、まあナイトバルキリーギャング、まあボス席ぐらい置いて持ってこうか。まあ橋前プリンが嫌だなとか思いながら。おお、来るね来るね、あなた LSP 型のね。さあそしてギャング型と、まあ、古き形のね、最近だとスケ型とかなんかいろいろいますけど、ギャング型ね。やっぱ子さんなんだね、子さんプレイはデッキの方がフリー。さあこれ結構熱いんじゃないこれ。いや竹がバルキリーに突し、オッケーオッケー、いや熱い熱い熱い。ギャングサイトサイクルだから、あーでもウッド LSP うまいな。いやーそんな抑える、そんな抑えられた俺だって困るんだよねちょっとマジでさ。いやーこれハッシュプリーきそう。いやーそうなんですよね。いやーでもだがしかしみたいなところで、ハッシュプリ読んだとて、なんか噛み合わなかったな。まあ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 、まあそういうこともあるわ、いてやし。いいねこれ、ワンチャンバルキリー用で前にねバレルを飛ばしてくる人もいるんですよちゃんと。いやーどっちだ、公平よ。一旦宝石置くか、宝石キングルでもいいんだけど、なんかワンチャンロケット打たれたらめんどくさいよねって。いやーやっぱしっかりこのバルキリー警戒してるんですね。まあまあスキラポイズン打てばダメージ入るでしょ、こちらだって世界一のデッキザっていう。うん、脳死スキラポイズン、脳死すぎるかもしれない。ウッドエレスピだけの鬼教養だ。いやうまい、いやうまい、いやうまいけど、いやガチでスキラ強スキラなんか入るときバカ入るからな、だってわー大きいな絶対。おい目いいんすよね今だけ、うん、いつも鬼悪いんですけどね。さあこれはまあこれはさすがにスケラポイズン打つんですけどね。さあまあポイズン打って、まあ、アチャクイもね消えて、竹をこういろいろいじりながら、あベビドラが、ベビドラ火吹いてる、熱っ、ちょっと待ってベビドラこれやばいよもう。で相手のバルキリーがあれ、まあ、失格でしょ、もう首だよ首マジで一生迷ってたもん。オッケーオッケー。さあいやこれ俺にチャンネル登録200万降ってくるとかじゃないの、もしかして200万倒したら。そういうわけではないと。うん。オッケー。さあ、せっかくならプリンもね、処理して、おい。いや、いいね。アーチャクイがいいね、アーチャクイが。まあ、マスクでも成り立つと思うんだよ、本当に。ぶっちゃけね。まあ、でも結局はね、アーチャクイよ。さあ、これで今日から僕もね、チャンネル登録200万人超えの YouTuber をちょっと名乗っていきたい。よろしく。ああこれはもうバルキリー単品っすね。ここでスケラー行かなくていいんですよね。というのもスケラー打っても結局縦線とかガゴで美味しくいかれちゃうだけなんだよね。いやこれスケねえサイクルえぐなんでスケがあればいいんだよ、スケだけあればいいんだよ、スケだけあってくれればいいのに、スケだけねえ。スケで使います。でこれもバルーン入らなければラバルってそんななんか大したことないじゃないですか。まあザップ打たれて散るのかなとか思いながら。痛いっす、痛いっす、雪玉痛いっす。さあラバルの5雪玉っていうちょっとレアっすね。で中身がインドと、まあこういうの大抵大抵さんとかが入ってるっすよね、どうせ。まあ一旦ね、おい、ガゴじゃん、君。君、ガゴの人じゃん。まあまあまあ、これで相手、ちょっとうざいっすよね。ガゴ抑えたのか、陸かな？もう一個わかんないのがちょっと怖いっすね、僕。いやー、一旦眠ります。
圧着正直あれに当てたいんですよね、バルーンに。おーボンバー、さすがに処理する。ボンバーってことは陸にいいんじゃない。あー待って、それうまい。あ待って、やばい、俺その圧着やってる。いやでもこれは逆にいいのよ、からのおしゃれに攻めたいなって。いやマジで全然ダメージたったら入らんやつか。いやでも入ってる。まあスケラポイズンまで打てればいいっすねこれ別に。いやガゴうまっ。相手バルーン出しにくいよ。いや雪で守る、守れんのかこれ。守れないと思うんだよな。いや守れるなそれ、守れちゃうんだな。やばい、できるだけ低コストで回したい。うわーマジか。あの着衣をもう出さない、はい、出さないで、めっちゃイクメかも。ちょっとラボは次溶かせばよかったっすね。バカ俺。さあ、来た。よろしく。いや、これでなんか世界一とか本当にって意外となんな。なんかね。墓石。墓石がちょっと多いね。まあ、なんか好きなんだろうな。やっぱ上手いやつはね、好きとかでこう、なんかいい感じになんのよね。さあ、ポイウッドであちこち飛びます。なんならミラー説あんな、俺。ガチで。いやいやでした。ミラーではないです。ミリも。いやー、これもう消えてくるけど、タルで。オーケー。さあ、エレージャーいい。橋のあちこちさすがに直しすぎるな。さあ、でもライトニングですね。あちゃく、まあ、さすがにたまにクエイクいます。でもまあライトだと思うんで、まあ、あちゃく出すならはしまいかな。まあ、一旦出してみればわかりますね。相手がこれどうしてくれるのか。一旦出してから考えましょう。ここで何が来るか。おー、プリンス。あ、これクエイクのやつじゃない？最近の。うい。いや、平均コスト、3パチのね。多分クエイクじゃねえのかな。ボス置いたら分かります。で、クエイク打たれて、おい、大ピンチ。いや、これでも、行っていいと思うんですよ。僕の中ではね、行くべきだっつってました。バカ入ります。いや、めっちゃいいやん。囲む。いや、やりすぎる。さすがにそこまでは、別にみたいな。いや、これもさ、エリアについてくんのか。ついてこない。しかもスキルも使った強っ。いやスキルやばいな。なんか入るときやばいっすね。やばい、痛い。マジで痛い、本気で痛い。まあ相手あと対空圧着だけなんで、これマジでさ辛いっす。相手やっぱり墓石2周回した方がいいのかな俺。よいしょ。さあまあ施設がなくなっちまうんですけど、言うてなんか頑張って耐えれそうな気もしないことはないみたいな。いや、これもう一周エレジャーやべえかな。まあ今までこんだけ入っちゃうのか。痛いね。さあまあスキルちょっと使ってもらって。あ、着衣出して。バキ出して。最後、墓石でね。あ、来るよ。いや、さすがに答えだっしょ。OK。いやー、まあ。ちょっと怖いですね。ちょっと怖いけど、まあ、気合の高回転で何とかしましょうよって感じかな。てか、最近プリンスとかも多いんですよね。なんか、なんだろうな。なんでなんかマジでわかんないんですけど、プリンスとか、なんかペッカとか、結構陸デッキがやっぱ増えたんですよね。そう、施設が減ったからかな。陸ユニットめっちゃ増えたから、そういった意味でも、スケがね、結構、必須レベルに欲しいですね、デッキに。さあ、強そうなやつ来たな。エース番号じゃん、11番。知らんけど。
もう僕のお気に入りの数字っすね、11。理由は言いません。さあ、ファイスピーエレキあんま見ない言い方ですね、今んとこ。いや、バルキリーガラのスケラとか行きたいんですけど、まあ一旦我慢でいきましょうか。さあ、メガニートくんです。メガネデレキファイスピいや、一発でかいですね。まあ一旦ボス機置くか。ボス機置いてから考えましょう。おい、いや、このボス機がもういい味出してる。さあ、バルキリー延命してあげてね。いや、いいよ。いや、ボス機めっちゃ良くない？こう見ると、こう見るとめちゃくちゃいいよ。強いんじゃねっていう。あー、だいぶかぶったっすね。おい、行く行く行く。チンパやないか、ただの。ただのチンパやないか。しかもザップあったっすね、そういえば。さっきザップ打ってきましたね。まあまあ、これでも、相手きつくね。攻めたことによって、ほら、びっくりしてる。あれ？なんかこれ、守れねえかもっていう。あー、いいファイボだ。いいファイボだ。で、言うのを頑張って出すけど、みたいな、そんな感じか。いや、もう、自分から行かれてるやないかい。今からベビドラスクレ行くと、まあ、エレキというのとかなのかな、知らんけど。なんとなくスケも追加しちゃいます。あ、ザップ使ったらでもあれ？あ、意外と耐えれるんだな。さあ、まあ耐えられるものの、結構なダメージを与えることが可能になりましたとか入りました。そしてなんと、今回相手、エリババユーの、まあやっぱ陸デッキなんですね。ほんと施設が顔されたから、今、ユニットが多いんですよ。でも、まあ、ユニットってなると、まあ理論上陸系がやっぱ多いので、まあなんか、とりあえず陸が多い、この陸に対して、このボス的スケがいいんですね。だからまあ一旦無視されるかもなんで、打たなくていいっすね。落ちてくんねえかな、これで。そう、ボープ貼った方がいい気がするな。ああ、すごい。待って待って待って。いや、大丈夫っすね。これは右はね、結構守れるっすね。いや、怖い怖い怖い。今ね、言うのとかいろいろバグってる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 。ちょ、まあ、ちょっと怖い怖い怖い。見ながら。おい、あんだけ来るとさすがに俺も怖いんだね。さすがに来すぎじゃない？だって。ユニット。いっぱい。よしよし。さあ、鉄壁ね。いや、バルキリーもマジで硬い、こいつ。よいしょ。アチャクイのスキル欲しいな。やべ。オーケー。まあまあまあ、怖いですけど。やっぱこのね、ボス的スケっていうね、陸硬いのがね、今来てるのかもしれないですね。エレジャイとかもボス的スケですし、ボス的スケなのかもしれない、時代は。さあ、というわけで今日このアーチャクイスケラーやったんですけど、アーチャクイ持ってねえよって方だったら、まあ最悪マスケでもなんとかなると思うんで、はい。まあ、よければね、使ってみてください。まあ世界一にね、行かれてるデッキなので、デッキパワーはね、間違いなくあると思います。というわけで、お疲れちゃんです。またね。